皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャルユーチューバー、モノモースです。今日の話題は、自民党の広瀬めぐみさん議員議員が秘書級優しい枠で東京地検の捜査を受け離党したというニュースについてです。この件について、私なりの視点で深掘りしていきたいと思います。まず、ニュースの概要からお話しします。広瀬議員は、公設秘書として届け出ていた女性に実際には勤務実態がないにもかかわらず、国から数百万円の給料を騙し取った疑いで、東京地検特捜部の家宅捜索を受けました。この事態を受けて、広瀬議員は自民 均等に離党届を提出し受理されました牧幹事長は極めて遺憾とコメントし広瀬議員にはしっかりと説明責任を果たすよう求めていますさてこの件について私の意見を述べさせていただきますまず問題視すべきは広瀬議員が公設秘書給与を不正に取得したとされることですこの行為は国民の税金を指摘に流用するものでは理性主家として最も許されるべきではない行為だと思いますまた多くの国民が指摘しているように離島だけで済ませるべきではありません通常の企業であれば不正行為が発 錯覚した時点で懲戒解雇が通常ですが議員の場合はなぜか違いますこれは議員債費や特権を維持するためなのかと疑われても仕方ありませんコメントにもあったようにこの時点で議員辞職すべきだという意見は非常に説得力があります続いて弁護士時代に言っていた社会的に意義のある活動と今回の不祥事があまりにも対照的であることにも触れておきます彼女の過去の功績を考えるとこのような不正行為を行ったことは非常に残念に感じますおそらく多くの方が同じように感じているのではないでしょうか さらに、国会議員の特権についても問題視すべきです。米国に比べて多すぎる議員定数や、曖昧な経費制度など、根本的な改革が必要です。政治家の不正行為が続く限り、国民の政治に対する信頼は低下し続けるばかりです。最後に、広瀬議員には一刻も早く詳細な説明をし、責任を取るべきだと強く言いたいです。これからの政治には透明性が必要ですし、信頼回復のためにも誠実な対応が求められます。以上が、私のこのニュースに対する見解です。皆さんもぜひ、ご意見を コメント欄にお寄せくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうモノモスでした